あ、ここいい、ここ乗っていい。GPS を即位しました。金払ってねえや。ちょっと待って、金払ってねえや。はい。なんかお巡りさんパトロールしてるこの辺繁華街だから、うん、これ何番？所轄警受信しました。こいつあれだよ、注意されるからここで待ってんだよ。今そこにいただって代行みんなどかされたもん。お巡りにこの道路に入ってなかったらさ、言われないんだよ。あー、うん、そういうことに。路中っていうか、そう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 、迷惑駐車みたいな。だからこの人はここで何も言われないようにしてるってこと。はい、よし、じゃあこれ左で。はーい。いやー、食った行きます。はいよ。で、これ左で、ね、邪魔くせえな、こけよ。変なバックルがついてた。いやー、食った。あれ美味しかったね。美味しかった。あの値段であそこまで美味しいんだったら、やっぱあれだね、どこでもその土地で取れるとさ、ね、安いし美味しい、うん、あれあんなら関東で食ったら大変だ。あれ10万ぐらいいくぞ。うん、関東で米沢牛食べたらやばそう、うん、いやー、食った。このきらびやかなネオン街が今日お預けですね。これ、でこれ客入んのかな。あんなに客引きもいっぱいいたけど、客引きでもすごいいっぱいいたよ ね。でもさすがにあんなにおまわりいたら声かけられないからね。あ、客引き禁止のためにもうあるし、だから多分さっきの代行とかさ、うん、結局ほら、いたちごっこでほらまた戻ってきてる。本当だ、いっぱいパトロールしてる、うん、やっぱあれだね、始まる時間に合わせて。そうで、これをまっすぐ、うん、まあ新潟に比べたら栄えてるな。終わっちゃった。本当一生戦きついね。でまだあれだよ、だその民族性じゃないけど、あれ福岡行った時のあのあれ覚えてる？うんうんうん、あのあれあのなんだっけ、になんだっけ、もつ鍋屋行った時に、あの時俺がイライラしてるの気づいてたでしょ、うん、俺も表に出さないようにはしてたんだけど、でもあれはさすがにでもイライラしてるでしょ、俺だけ？あ、でもあの日本人じゃないっていうのを知ってたから。やっぱだからあれが民族性じゃん。あれだってさすがにくちゃくちゃ気になったでしょ、まあ、言われていや、あの時俺は何、周り俺も見てなかったからさ、なんかくちゃくちゃうるせえなと思って、みんな見たらさ、こいつらみんな朝鮮人じゃねえかと思って。だあれが民族性だよね。あれ何、俺に言われてから気になるようになった。あ、なんかあんまり周り弟気にならないかな、うん、まあ、言われて耳立てて、まあ、確かにしてるなって感じ。やばかったよね、みんなくっちゃ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 言ってて、だって8グループぐらいいて、俺ら以外みんなそうだったもんね。うん、で韓国に来てんのかなみたいな。いや本当だよね。まあでもね、あそこはね、東京よりね、あの朝鮮半島の地形からあれだけど、でもあれは私はほら一応旅行だったから、私はちょっと気にしないようにしてたんですけど、その俺を見てる顔を見て、あ、やっぱ気づいてるよねと思って。でもあれはきつかったね。でもほら向こうであれが礼儀なわけでしょ。あとご飯粒残すのもさ、やっぱだから民族が違うとやっぱ共存は難しいかなって私は思います。そう、さっきそのフィリピン人じゃないにしてもさ、向こうやって犬食いが当たり前だからね。だってあの人なんて、だからあんなにいい大人でさ、あんなに超金持ってるのに、うちらとみんなで飯食い行くときは普通に箸とかで食うけど、家で呼ばれて飯招待されんじゃん、で食うじゃん、もう普通に手で食うから。だからそういうのを見ると、うちらからしたらありえないじゃん。でもあの人からしたらフィリピンに住んでるから、フィリピンではそうやって食うから
当たり前らしいんだよね。でまた最初見た時びっくりしたよ、何こいつ手で食ってんのって。いやだからまあその何場所によって違うのかもしんないけど、まあ多分奴らもあの時あれ観光だったと思うけど、でもやっぱりあそこで朝鮮が近いってことはやっぱね、うちらが関東で朝鮮人に会うのと違うよね、比率がね。あれはちょっとせっかくの楽しい旅行がねちょっとしょぼーんってなったあんだけニラとあれを持つ美味しかったのにさ、でもその民族性もさることながら、でも食い方汚い人って治らないよね、その韓国人日本人中国人抜きにして。日本人でもそうじゃん、食い方汚いやついいんじゃん、そのまあレストランとか行ってもさ、なんかくちゃくちゃ食ったり、あとあのあれ、あの何これなんだっけ、これ寄せ橋、そう寄せ橋、おらあれダメ。一人で家で食ってんだったらいいけどさ、家で食べるんだったらいい。そう、家で綺麗に食える人が家で一人で肘ついて食ってんのと、うんうん、できない人が外でくちゃくちゃ食ってんのってわけが違うじゃん。だから俺あのラーメンすすって食べないじゃん俺、うん、俺あれもダメなんだよな。だから二人してラーメン食っていつもそうよ、ね、うん、俺いつも思うんだよ、いつも二人してさ、なんかチュルチュル音立てないで食ってるから左手を出さないと、ね、ああ、分かる、あのさ、あの持たないでしょ、手は持たないでこうやったりとか、うん、分かる分かる、なんか持たない人、うん、こうやっているよね、こうやって食う人、そうそうそう、食いづらくねえのかなと思うよね、持って食べればいいのに、うん、持たないか、それはラーメンの丼とかもさすがに持たないけど、そうそうそう、お味噌汁のやつとかね、持たない。あの寄せ橋は本当に行儀悪い、あれ、うん、もう一度前にいたのが黒いのが隠れてみたのね。だってどんなにイケメンでどんなに可愛くてもやっぱ俺行儀悪かったら無理だもんな。だってその人と一生それを共にしなきゃいけないわけじゃん、食事を一生共にしなきゃいけないし、自分の子供 もうそ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 う。この間なんかヤフーニュースにそんなのが出てて、私って間違ってますかみたいな奥さんの投稿があって、婚約してる人がいますって。でもその人がすごく食い方が汚くて、その寄せ橋やったり、その肘ついたりくちゃくちゃ食ったりで、いくら言っても治らないんだって。で治らなくて、でその婚約の挨拶かなんかで、その相手の方の親のとこ行ったら家族全員そうだったんですよ。あ、まあそうだよ、でそれで育ったら、そうそうそう、でそれを見て私は婚約を解消しましたっつって、でなんかそれをなんか周りに言ったら、なんか呆れられたなんかみたいなこと言ったけど、なんか間違ってますかみたいなこと書いてあったけど、まあ間違ってないよ、間違ってはないけど、まあ人それぞれのね、気づくの遅いと思う、うん、そう、相手たちって言っても治んないから、絶対治んないから、あら、うん、絶対治んない、だってその人たちはそれが当たり前なんだもん。で懐かしいな、あの福岡な、しまったと思ったもん、あの時周りみんな朝鮮人じゃねえか。あのニラの量すごかったよね、ニラの量すごかったよね、こうやって写真撮ったじゃないですか。なあ、面白いよな、日本ではねご飯粒残さず食べなきゃいけないのに、隣の韓国はご飯粒残すのがいいってなんだろうね。あれ名古屋行った時さ、覚えてる、あのレンタカーで行ってさ、超帰り煽られたの、トラックに光あれだってさ、一番左をさ、あんなトロトロ走っててさ、マジ何なんの俺の方来るんだろうと思ったよね。一番右でさトロトロ走ってんだったらさ、まあ、あの時フィットだっけ、あれなんだっけ、ね、だからなんかそんな感じだったよね、右だったら分かるけど、あんなさフィットのさレンタカーで左側トロトロ走ってんのに、あんなおられたんで止まったもんじゃない。いや西日がすごい、で今1台合流くんもう1台
でこの444こいつの後ろに入りましょう、うん、アクセルあれこれ2車線2車線か2車線あだからこのトラック来てるからこのトラックが行ったらいいやいやウインカー出しちゃっていい。はい、行っちゃって行っちゃって大丈夫。車線変更ってのはね、強引に行かないからね。行けなくなっちゃう。大丈夫、横並んだ時にああなんやだこの子可愛いから許してあげるってなる。でる。後ろのトラック可哀想だ。大丈夫だ。いや大丈夫だよ。いやあれはだって90キロしか出ないやつだ。いやあいつ、あいつあれ以上出ないから大丈夫大丈夫でもこの単線はだからもうしょうがないよねしょうがないよね、うん、いやあいつが先頭だったら分かるけど、うん、別に俺がこれ俺は助手席だけどこれ100キロ出してもらったらあいつついてこらねえんだよ、うん、でここでちょっとアクセル踏んでみるもうちょっとわかることブレーキかかった。このほら自然なブレーキじゃん。でアクセル踏んで。でこっからも加速もうちょい踏んでもうちょいもっともっと。はいもっと踏んで。はいもっと踏んで。でここでその右見て。はい右よし。ああいいねよくできたね偉いね。そうそうそう。でまたそれでセットして。これ避難場所っつってもこれ実際これ止まあ今電気消えたね。トンネルの電気が消えたねオレンジの。あれ避難場所っつってもあれ本当にあれで止まれんのかなと思うよね。ねぶつかって終わりじゃん。うん。あ新潟は何もなかったわ。新潟だ新潟と仙台とあれどういったっけ。信号矢印全然こっち雪国だから違うんだよね信号縦なんだよね、うん、所轄警受信しましたあこれだうーんでいいよこれまっすぐ行っちゃって駐車場あ一回じゃあのトラックのあいやきっとじゃあきっとトラックの前止められる？前ね。うん。あもうバス停のとこでいい。そしてまたもうちょいもうちょい。はい。じゃあちょっと私が一回かかります。はい。ちょっと待ってね。キュンキュン。ちょっと待って一回俺は先降りちゃう。ちょっと危ない。はい、お肉屋さん多いねうんやっぱ肉のあれだからじゃあまた帰りお願いしますね、はい、一回だから駐車場止めてちょっとプラッと、うん、なんだこれ今ちょっと運転しなかったら分かんなくなっちゃったブルドルだっけお店があそこだからあ、それかフラフラしててあれかな駐車場探してるうちになるかなうんはい今日はね、ちょっとあのおしゃべりトーク系なんですけどこれどっち先出すのかなこっちかなちょっと私ね、この間投稿でも出したようにちょっと私いろいろ落ち込んでましてねちょっと私放浪の旅に友達と出てましてあの尿管結石言ったじゃないですか前尿管結石になったっつってんで最後にさすげえ痛みきてもうやばかった夜の10時頃痛くなってもう朝の6時までもうずーっとのた落ち回っててでもう座薬3つ入れても効かなくて
もう本当に生まれて初めて痛くて気持ち悪くなって、あんな油汗かいたもん本当に。ほんでなんか気づいたりその間にかまあ寝てたんだかなんだか分かんないけど、でパッと起きて、あやっと痛み収まってると思って、ほんでトイレ行ったのよ。そしたらションベンがさ、なんか鉄砲水みたいに一回止まって出て、あれもしかして今ワンチャン石でたくさくねと思って、でまあまあ見たんだけど見れなくて見つかんなくて、ほんであの薬もう薬がなくなってたからちょうど、うん、でそれも踏まえて病院行ったらさ、あこれもう石なくなりましたねって言われて、やったよ、まあ、やっとあの痛みから解き放たれたよと思って。ちなみにあれはもう尿管結石になったことある人は分かると思うけども、尋常じゃないぐらいで、本当に前も動画で言ったと思うけど、本当にナイフで背中をグリグリ刺されてやられてるみたい。本当にもうどの体勢取っても痛いし、そうでやっと終わるよと思ったら、でちょっとこの間のあの検査の結果なんですけど、そのなんだっけ CT だけなんだっけ、その取った時にあの見つかったらしいんだけど、ちょっとこれあの膵臓になんか影があるって言ったのか、なんかがあるって言われて、えっつって、膵臓っすか、はいっつって、ちょっとこれ一回精密検査受けてもらっていいですかねって言われて、おおいやちょ待てよと思ってさ、マジでっつって、でまあ今の状態ではそれはっきり言って何とも言えないですって。ただまあ膵臓っていうのはすごい危ない臓器なんで、うん、その見つかった時には手遅れっていうケースがもう大体なんですよってさ言われて、ああはあつってた、もうそれでもうあれですよね、もう意気消沈としてさ、うん、でまあちょっとまだ検査受けてないんですけど、あの予定が取れなくて予約が、ほんで新潟行って燕三条行って上越行って、うんで今日もう今何週間ぐらいで3週間ぐらいいんのかなこっちに、まあいろんなとこ行ってんだけど、うん、で今日はあそこまで行ったな、そう気仙沼、フカヒレ食ってきた。でまあちょっとこれからね、新潟の動画の方が先かな、まあどちら先はいいんだけど、ちょっとこの仙台のさね、国分町にちょっときらびやかなネオン街にちょっと羽を伸ばしに行こうかなと思ってさ、オアシスに。この時はもう女置いてきますよ、本当に。だからこの男友達と来るとさ、夜の遊びは楽しいけど、女友達とかと来るとさ、ちょっとごめんちょっと出かけてくるっつってさ、ねえ、うわ先生は何ともない、まあ何ともないとは言わないけど、そのまあ今の現段階ではまあ何とも言えないけど、まだそこまででしょうみたいなこと言ってます。その水道の影だから、なんか水水砲だかなんだかまだ分かんないから、とりあえずこれが何なのか調べてくださいって言って、まあただね、私はねすげえなこの車や、ミスターネガティブなんですよ。いや本当にこれはあくまで動画上でその演出してるだけだって、いつもさ「てめえこの野郎」とかさね、まあそういうのはある程度キャラを作ってやってるわけだけど、こんなにこのマーケックスは鳥取でも全然違う。鳥取って何、まだ300番台なんだ、まあ、とにかくすごいショックを受けて、うん、で尿管結石の方はこれ車輪くんねこっち危ねえなこの野郎。尿管結石のできた理由は大体分かってんで、その俺とてつもなくションベンが近いので、ションベン町田商店こんなところもあんの、こういうの作るから家系はまずいって言われるんだよ。で正面が近いから、いつももう水を飲まなかったの、正面したくないから。でも結局さ、正面が濃くなるとそれでなんだっけ、なんだっけカルシウムだけなんだっけが濃くなるから、尿管結石が出やすくなってますよって言われて、結局だから水飲んでも飲まなくてもトイレ行くのも変わんねえんだよ。まあだったらまあ飲んどいた方がいいかなと思ったんですけど、いや本当にマジで尿管結石は本当に苦しかった。本当に味わったことないあの痛みは、たった5ミリとかで、あの米粒ぐらいのあれがその腎臓の尿管結石を圧迫するだけでこんななってさ、うん、そうで、まあ、検査はまだもうちょい先なんだけど、まあ、その
障害状を書いてもらって、まあ、他の病院行ったんだけど、それ最初行ってたのはさ、その尿管結石の病院ながらで、その後他のとこ行ってさ、だからさっきも言いましたけど、あ、その先生の言葉ね、まあ、危ない臓器なんで、まあ、沈黙の臓器とも呼ばれることもありますんで、まあ、これが何なのかはまず先に突き止めておいてくださいって言われて、はぁ、あ、の勘弁しまくる千代子ですよね。もうやばい、本当にこの3週間はもうね、これなのかってくらい遊びまくってんだよ。もういくら使ってんだかあんな、もう100万じゃ効かないねこれ。次は青森とか岩手とか行こうかなと思って、どんどん北上してってさ、まあそういうわけなんですよ。だからちょっとね、まあ一応動画は今出先で頑張ってパソコンでやってんだけど、まあ、まあいかんせんさ、なんかそういう時にそういうの考えるのも嫌だなと思ってさ、ね、まあ別に YouTube なんかいつやめてもいいと思ってるしさね、そもそもここの弥生期面白いな、そもそもまあ主としてやってないしさ、はあ、やんなっちゃうほんとに、はあ、キークリスはほんとにもうミスターネガティブ、あのもうネガティブが笑うじゃないけど、はあ、ほんとによ。まあ仮にさ、そういうね、がんとかじゃなかったとしてもだよ、うん、まあ何かしらのそういうのがあるってことじゃん、うん、はあ、皆さんはなんかそういうの病院とか行ったりしてる？なんかそういうの、まあ、行ったりしてるって言い方変だけどさ、はあ、本当によ、まあこれ、まあこれからさっきも言ったけど、前編になるのか後編になるのか中編になるんだかあれだかわかんないけど、仙台もいいとこだよな、ふわふわふわ、関東で比べるとさ、人が圧倒的に違うじゃん、車の数も。こっちなんか活発市といい、さっきの弥生県といい、なんかあれが違うよね、うん、看板、びっくりドンキー、うん、何話しておくか、あれ新潟のやつは何喋ったっけな、忘れちゃったよ、はあ、明日オイル交換出し行かなきゃ、俺どうやってもらおうかな、ちょっと待って、ふぅ、やばい、もうね、何千キロ走ったんだか分かんない、本当に。だって今日だけでこれもう1000キロ走ってるからね。走りすぎだよね。ちょっと待って、今、スタンド。何話しておくか今日は。まあじゃあその旅行のあれでも出しておくね。動画も一緒に。
あれそういう新潟もそうだったけどやっぱパトがいないよね本当に。とにかくいない、うん、いないもん。ケーズ電気チッ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 、話すか。何やなんかこうやってやっぱ考えるとなんかネタがあれだよね。まああとちょっと今日は疲れた。うん。今日だけで1000キロはね。どっかなんかいいとこある？この東北とかこの上の方で。青森。青森まで行っちゃうと遠いよな。仙台家系ラーメン、仙台家系なんか違うようなやつ。これ大正圏の池袋にあるやつ今書いてあった。青森な、まあ、青森もいいかな。またあんま北上していくとさ帰ってくるのめんどくさくなるよね。もう車すで帰るラーメンになるよね。そうだからこれがめんどくせえんだよ旅行は車だとな。帰りがさ、ね、あんま行き過ぎるとさ帰ってこれなくなるんじゃん。車捨てっかこれいらねえから。女この先一般道東高取締りエリアに注意してください。おーい、なんだありゃ、何やら東京タワーみたいなやつ、あんなのもあんのこっちに、ね、仙台だから今4日目ぐらいか。いや普段はキャバクラなんか行かないけどさ、なんかそのいや話を聞いてほしいじゃないけどさ、それでね可愛いお姉ちゃんと喋れてね。あでも一人外であれだな行ったな。でも私前横浜に住んでましたって言われるとさ、なんか仙台に来た気がしないよね。ああ俺のとは違うなと思ってさ、ね、お兄さんどっから来たんですかっつって、いや横浜って、あ私も横浜前いましたって言われるとさ、なんか仙台にもう来てる気しなくなっちゃう。でもいいよね、もう新潟もそうだけどさ、何この辺はだからその夜が本当に走りやすいよねこれね。もういかんせんこれ引っかかんないじゃん信号に。これさ4号線って書いてあるから、これ国道4号じゃん。これって何あの日光街道あの上のとこにあるあれと同じ4号線、まあ、そうだよね国道4号線だもんね。これまっすぐなんか巻き込んだぞ今。あれこれ左、今の方左だったか、もしかして、もしかしてだけどって。あそうくせえな仙台って、あんまりなんか土地感が合わんねんな。仙台はね声かけられてない。新潟はねなかなか取れたか取れたよ、取れたか取れた、うん。まあそれはいつか気が向いたらということで、なかなか面白いんじゃないあれ。警官がさパトカー乗って、まあ、当然来るんだけど、パトカーが無人で走り出しちゃうんだよね。走る走るじゃないけど、うちの警官どんだけ車乗り慣れてねえんだよと思った。だからニュートラルで止まってそのまま車降りてきちゃってね、サイド引かないで。
はい、すいません、ちょっと今電話しました。おお、仙台こっちでいいのこれ。なんかさっきのとこ左だった気がする。ちょっと待って、今はい、よっこいしょいち、はい、YouTube なだからなんかそういうのもなんかやる気が失せるんだよな。でもな、なんか病は気からとはよく言うけどさ、俺は本当にこういうの弱いんでダメなんだよな。ネガティブが笑うじゃないけど、まあ、別に自暴自棄ってわけではないけど、なんかちょっとパーッと行きたいなみたいな。考えると憂鬱になってくるよ、ね、本当に。何話すか、なんかちょっとこの話をしたから気分がちょっとあんまりあれですよね。いやそう、俺ね今日気仙沼行った時にさ、あいで牡蠣を食おうと思ったんだけど、あれ牡蠣ってさあんまりやってないのね、その何その生牡蠣をその場で食べるって言って、気仙沼で言ったらこれやってないんですかっつったら、まあ前はやってたんですけど、そのなんかその大震災で全部流されちゃって、そっからあと保健所がうるさくてできないんですよねって言っててさ、その俺水戸で食ったんですけど水戸やってましたよって言ったら、それダメなんじゃないのって俺言われたね。何やってんだよザブレなんて渡りやがって、何やってんのあれ。あらお前引かれるぞそんなとこ渡って。そう言ってた、だからその洗浄の機械がないとダメだみたいなことを言ってて、そうよほどあこれあれじゃない、あこれ昼間通ったな、これあれだ、あれ違う、これあれだよね、日本一大きい交差点って言われてるやつだよね。そうだ昼間通ったこれ、あそうだこれ、もう俺が通った時間はそんな交通量多くなかったけど、まあ確かにちょっと曲がりにくいなと思ったけど、でなんかその保健所の許可が下りないんだよねって言ってて、その水戸のやつは許可取ってんのかねみたいなこと言ってたよね。基本はやっぱ危ないからみんなあれはやらないんだよねって言ってて、でなんかまあそれがほんその後に言われてちょっと妙に説得力があったんだけど、まあ本当かどうか分かんないけど、その牡蠣で一回当てるとやっぱやめた方がいいよって言われて、えっつって、いやでも俺どうしてもリベンジしたいんすよつって、やっぱまあ他の人はどうだか分かんないけど、やっぱ俺は牡蠣なんてほとんど食わないから、食ったことなかったのよ牡蠣なんて。だってさあんなさちっちゃいさなんか親指サイズの牡蠣でさなんかの高えの食ってっていつも思ってたから食わなかったのよ。でカキフライとかまま食わなくて、ほんで今日食ったのはそのなんだっけ、や焼きガキ、焼きガキっつんだっけ、それを食って、あ太ももたまんない。んでそうカキフライを食ったんだけど、やっぱ味が違うよね。だってまあ手のひらサイズとは言わなくてもかなり大きくてさ、300円400円じゃん。あれ関東で食ったら1000円は確実に超えるよ1個。
あ、そうそう。でそのおっちゃんが言ってたのが、一回カキを覚える、あ、当たると体って覚えるから、大体の人はやっぱカキその後また食うと当たるよって言われて、いやいやマジかよと思って、俺もカキ食えないんですかね、いやまあ食ってみればわかるよって言われたんだけど、うん、やっぱそれ聞いたらやっぱ食いたくなくなったよね。いやあの尿管、まあこれ知らない人もいたらあれだけど、その尿管結石になった日に友達ともう1ヶ月以上前からその日に水戸にあのカキを食いに行くって約束してたので、その日の朝に、まあこれも1から10まで言わなきゃいけないんだけど、俺あの便がとにかく出ない人なの、だからいつも薬を飲んでさ前日に出したりするのよ。ほんでその日もさ前の日に飲んで出してたんだけど、なんか出が悪いなと思ってもう一つも飲んだの夜に、でなかなか出なくて、でやっと夜中に出て寝たのよ。んで朝3時とか4時に急に背中が痛くなって、右の背中がなんだこれと思って、うん、ほんでロキソニン飲んでなんとか痛みが収まって、で水戸にカキを食いに行ったので、カキを食って、で次の日かまた急に背中が痛くなって、で本当にもうナイフで街中で急に刺されたなと思って、それぐらい痛くて、ほんで病院行ったの。そしたらまあ尿管結石ですって言われて、ほんでその次の次の日ぐらいの、でもなんか誤差が時間差があってさ、うん、で今度はもう下痢が止まんねえの、嘔吐はしなかったんだけど、もう一年中腹がゴロゴロ言ってて、でそっから4日間5日間もう部屋に引きこもり、うん、んで彼女に全部さなんかいろんなもん買ってきてもらったりしてさ、でそん時はもう俺もテンパっちゃってさ、もう尿管結石の痛みがあったから、いやこれまた尿管結石かと思ったんだけど、でもなんかずっと下痢は止まんねえ、何やってん何やってんだあれ、下痢は止まんねえし、なんかおならは止まんねえし、でお腹もずっとゴロゴロ言ってんので、ずっと耐えてて、でなんかだんだん良くなってきて、でちょっと歩けるようになって、外出れるようになって、で病院行ったの消化器に。ほんでまあいろいろ問診してて、最後何食べましたかって言って、生ガキ岩ガキを10個ぐらい食べました、10個ぐらいだっけど、まあそんぐらい食ったのよ。そしたら、あ、それだねって言われてさ尿管結石食らって、この急性胃腸炎ダブルパンチですよね、泣きっ面に走ったこのことですよね。ああ、そのまあ柿自体は食ったことあるけどさ、その何岩ガキだな、でかいの、ああいう柿小屋っつうの、あれで食ったのは初めてだよ。その行った時にさ、要は俺の女友達も食ってんだけど当たってないのよ。だからその食中毒の定義ってあるわけじゃない。俺ずっと昔ニンニクに当たった時にさ、その保健所に聞いたんだけど、そのやっぱほら一人二人だとさ、やっぱ体調に左右されるから、それは言えないんですよね、そうとは。ただそれが集団で何人以上つったっけな、まあそれで集団でかかると、だから体調とか関係ないですよねっていうことになるんで、食中毒って認定はなりますっつってたよ。うん、そう、初めて食いに行ったそういう柿屋さん、いやねえ、あれで当たってさ、あの時間差は何だったのかな。だからそんだけやっぱ俺のお腹が変だってことなんだよな。やっぱ便もそうやってさっきも言ってて出ないしさ、一年中なんか宿便とは言わないけど、一年中腹になんか溜まってんだよね、消化されてないっていうか。だからさ、例えばじゃあ食べ物を10食べたらさ、普通の人ってどんぐらい、4から5ぐらいは便として出る。うん、俺はそれがないんだよね。10食ったらなんかもう1ぐらいしか出ないんだよね、どこ行っちゃったんだろうみたいな。でそれもすげえ時間かかるし、あ、出るのがね。うん、だからそのおっちゃんがね、だからもう柿はやめた方がいいよって言われて、ほら体ってさ、やっぱそういう異物毒物とかをね、体の中に入るとその押し出そうって当然働くわけじゃない。うん、まあそれが医学的なのか何の根拠がないんだか分かんないけど、うん、え、何もうあの牡蠣食えねえのと思って、で今日その岩牡蠣ってやつを食べて、あ、岩牡蠣じゃねえ、なりてんね、その焼き牡蠣でもあれもうまかったな、なんか焼き牡蠣と蒸し牡蠣の間みたいなやつ、うん、そっちの方がプリッとしてて味が、うん、すごい美味しかった。でもちょっと心の中で当たったらどうしようと思ってる。加熱したやつで当たったらもうダメだよ。あと当たり続きで、さっきのそのニンニクに当たったのがそうだし、レバ刺しも当たったな。
やっぱ当たると食えなくなるよね、怖くて。ニンニクは大丈夫だけど、5、6人でね、10年だけね、みんなラーメン食いに行って、なんか釜があっただっけな。で、俺だけニンニク超入れたの。そしたら俺だけ見事に当たって夏にさ、あの店絶対ニンニク冷凍保存してねえなと思ったの。まあそんな私の話はいいんですが、あ、そうだ、あれだ、あのこの間のほらあんあん言ってる動画あったじゃないですか。あれなかなかやっぱ好評っすよね、あれね。みんな興奮したっしょ、あれで。あれで俺思ったので、まあこれはね、まあちょっと、まああれなん、スレスレなんですけど、 JK をねナンパした動画もあんのよ。バイク乗っててさ、あの移動してて現場に、うんでさ、もうすげえな、ハーパンでさ、もう太もももろ出しててさ、でワイシャツでさ、もうブラジャーも透けてて、あの第二ボタンぐらいも開いてて、もう谷間も見えててさ、でその子が結構バイクいじってたのよ。んでおおと思ってて、向こうもこっちのバイクすげえ見てるから、俺も思わず話しかけたのよ。そしたらすっげえ乗りよくて、これ仙台駅ってこれ右だっけ、そうで、まあその時は別にナンパしようとかどうのこうの、あ、仙台駅ってこれん、あれ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 、やっちゃった俺、これこれギーミーじゃないですか、これ合身ギーミーじゃないですか、これこれ、あ、これ昼間混んでるやつだよ、これ警察署が、これ以前がこう昼間ハマったんだよ。これ左折するのすげえ時間かかるよね。あ、これ U ターンできたんじゃね、そうで、その時はまあその、まあほら愛想いい、愛想いい、愛嬌いい子だなと思って、で話して、で1週間後に通ったらさ、またその子いいんだよ。でパパって鳴らしてさ、あーみたいなこと言ってて、ほんで話しかけてさ、もう正直ちょっとすげえムラムラして、で年聞いたらその時18だって言うから、あ、まあ18だったらいいなと思ってさ、でその場でナンパして、こう番号を聞いてさ、で次の日に遊び行って、もうその日にもうあんあんですよね。それはね、あの動画が残ってるから、あのほらドラレコに残ってるから、それはその何、その途中のプロセスとして出せるけど、これなんでこれどこ来ちゃった、これなんで左右曲がってんだこれ。いや別にね、たあれでも別になんてことの話はしてないよ。まあ口は弁護士、心は詐欺師と私はよく自分のこと言いますけど、だからその多分あんあん言ってる1本目か2本目の動画で言ったと思うけど、やっぱお互いの共通点をまず見つけることは大事だよね。あれ国分町ってどこだっけ、あれ、あ、これまっすぐか。やっぱそのお互いの共通点、だから今回で言ったのはバイク、ねえ、バイクに乗らせないで俺に乗らしちゃってね、あんあん言っちゃってね、いやすごい超気持ちいいなんて、こんなの初めてなんておっしゃってね、ほんとね、制服プレイじゃなくて本当の制服だからね。そのままね、ネクタイで俺のね、そう締めてもらった、そのね、違うか。まあ私は基本的に気にしません、そういうのは。いやいや、未成年はダメだけど、あいで、なんだこの子、そうよ、これ左か、で未成年のは当然ダメだけど、あ、すげえか、あ、この子へそ出しで、見て左の子、こっち、この子に国分町どこですかって聞いてみる、これここで合ってる本当に、こっちで、いや入っちゃった。あの新潟の動画が先だか後だか分かんないけど、あの新潟で声かけた女子大でも最後かわいかったな、あれ。あれ国分町ってこっちだったよね、この間行った時。ずっと昔にね、俺がそういうのは絶対手出さない理由はね、俺がガキの頃にその、02でパクられた時にさ、結構長かったのよ、いたのが。ほんでまあ当時先輩とかもさ、面会来てくれてさ、でやっと出れたのよ。ほんで出れてさ、そしたら今度その先輩がいなくなっちゃったんだよ。あれおかしいなと思って、でその時は今みたいにその個人情報保護法とかが厳しくなかったから、あの刑事とかに言えば、警官とか管理の人間に言えば、その電話番号、俺の電話帳の誰々に電話してくれって言ったら電話かけてくれたのよ、昔って。でも今は、あれ、これ、これは、これ駅前か、あ、これ駅前だ、
あれ国分町ってどこだっけ。でも今はその個人情報の保護っていう観点からそういうどの電話番号とかはもう一切ダメなんで、で電話帳がほらもうダメじゃん、個人情報なわけじゃん。うん、そうで、まあ、その先輩が俺にさ言って警察からかかってきて、俺その時焦っちゃって、また0110だぞこれ、なんだよこれはと思って、で出たら何々が今あの捕まってるんでなんか面会来てくれって言ってますよって言ったの。そしたらどうして何でパクられたのって言ったら、青少年育成条例違反、その前にナンパした女子高生がいたの。んで2人ナンパしてさ、で2人とも女子高生だったので、当然その時はそんなの考えないじゃん。でもだけど俺もその時なんかちょっとなんかきな臭いっていうか、なんか感じ取ったので、先輩はその女子高生2人と 3P でやったんだよ。俺はその場にいたんだけどやんなかったの。俺帰るっつって、いや俺もやりたかったよ、女子高生すげえ可愛かったし、だけどやんなかったの。そしたらその子たちが、あこれ右か、その子たちがその後補導されて、まあ、当時はメールですよね、取締りポイントに注意してください。でメール見られて、これなんだって言ってゲロっちゃって、女子高生でパクられてんの。その育成条例違反だ、あここだ、あこれ右だ右だ右だ、車で入るとあれだから、育成条例違反でパクられて50万で罰金、バカみたいだよね。そん時本当に思った、いや心の底から思った、いや手出さなくてよかったって。やっぱね18歳未満ダメだなと思ったもん。これ全然話変わるんだけどさ、4年前5年前仙台に来た時にさ、この国分町入った瞬間にリスナーの子いたんだよね。あの子まだ見てんのかな。案の定やっぱコメント来てさ、俺もその時すぐ分かったの。俺が入ってってさ、そのあの子キャッチだったのかな、ボーイだったのなんだか分かんないけど、それでいてさ、なんか俺の車パッて見た瞬間、あみたいな顔してて、なんだこの子と思って、でナンバー見て後ろ見てナンバー見てって、なんか屋で見てってやってるから、この子すごくせえなと思って、そしたら案の定次の日かなんかにコメント来てて、ちょっと待った、これ動画の尺的にもうちょい話すか、今30分ぐらいでしょ、ここまで。もう30分ぐらい話してから、いやタクシーちょっと、まあそれ無理なんじゃないのかな。どうするか、ちょっとプラスするか。もうそん時本当に思ったね、女子高生とやってさね、捕まって罰金50万ついて前科もじゃ話なんだよね。ちょっと待って、ね、ちょっとこの間の仙台のコメント、まあ酒も金かかるよな本当に。もう大変だよ、まあ、夜はこうやって金使ってさ、で昼は遊んで金使ってっつって、酒も飲まねえならお前なんでキャバクラで金使うんだと思っちゃう。そしたらか、宮城県警本部見に行くか。なんかあれだよね、あの区役所と一緒になっていうような感じだね。この辺こう来たってどこなんだ。うん、だからその女子高生の動画はちょっと出す。で、それをで、ね、この間言ったの、そいつに電話して。でも、その時18でももう今22だからね。うん。で、動画出していいって言ったら、いいって言ったんだけど、声は変えてって言われて。はい、わかりました。つって。うん。いや、本当に何でもないよ。何でもない会話で、別に LINE 聞くのなんてさ、ねえ。まあ、いや、まあ、そう簡単にはいかねえな。まあ俺はなんか特段やっぱなんかコミュニケーション能力が、まあ高いとは言わないけど、あそこすごいね、反射して信号が高いとは言わないけど、まあ普通の人より長けてるかなとはやっぱ思うから、なんかよくね、お前男なのに喋りすぎてどうよこのとこよく来てるけど、見えないこのマンション、これうーよし
ゴールデンウィークは北上だな。青森、青森ってなんかあんの？お、仙台のドキュンだ。もうなんか眠くなってきちゃった。で青森まで行っちゃった。でもこっから仙台から青森も結構遠いよね。これ東京帰るよりあるんじゃないの。同じぐらいか、中間ぐらい。これワンチャン、そしたらちょっと函館も行っちゃう。はじまる来たぜ函館って。やべ、なんだ、急激に眠くなってきたぞ。でもやっぱさ、人生一度きりじゃないですかね。もう昼も、昼も夜も女ですよ。ずっと女、私は女のために生きてますからね。でも本当だよな、当時引っ掛けた18歳の女がもう今もう22だもんな。もう4年も経ったんだもんな。ちょっとアンはちょっと聞いとく、このハメ撮り。あいつのハメ撮りどこだ。いやでもあのハメ撮りの動画は結構評判良かったよね、あれね。本当に。あ、やばい。あ、ちょっと待った。行っちゃうって、俺も行っちゃう。行くときは一緒だよ、つって。それな。ただこれ実際どうなんだろうね。なんかこれ俺やっぱ自分の声は嫌なんだよな。これはなんだ。もう長い。で俺の見て、俺の声聞いても興奮するでしょ。ちょ聞いた今ホラーっつって。あやばい、いっぱい出てきた。ほら蛇口壊れちゃった。ほら、この先一般道警察署があります。だってどんだけ吹いてんのよこれ。あやばい、ほらもう今もう気にしちゃったもん今。ほらこの先一般道登校取締エリアに注意してください。喋りに専念できなくなる。でこれ宮城県警本部どこ行ったのかな。こっちは本当に警察がいるのかっていうぐらいパトカーいないよね。すごいあの太もも JK みたいな語彙数ですけど、あれん、これ左、あれこれまっすぐ、あのぬいぐるみになりたい。あ違うのこれまっすぐくせ、まあいいや。いやすーげえネーミーダメだこれ。これが何、こいつね、こいつそう。すごいトラウマとしてるやん。これだって首絞めながら、首絞めながら携帯で撮ってやってるからね、これね。あ、もう、あ、これ見ちゃいかん。
すごいよね、ここの木もね。いや、もう道がわけわかんなってきて、これどうだこれ。一般道取締りポイントに注意してください。じゃあちょっとその当時 JK のやつは出しますね、編集して、あとなんかこっちはこの音楽ガンガンが多いよね、気のせい。仙台可愛い子いねえかな。そこに車を止めよう。まあでもまあまあキャバクラ、は今までその地元の付き合いで1年に1回行くぐらいだったけど、まあ、まあ楽しいけど、まあ、まあ今はこういう状況だからまあなんか行ってるだけだけど、なんか酒飲むだけであんな高えよなって思っちゃうね、本当に。一晩で10万とか余裕じゃん。これ U ターンできんの？ハメ取りはもうちょっと頑張りてんだけどね。変態だよ。警察署なんてあるんだ。よし、ゴールデンウィークは青森行こう。青森、青森。かわいい。このちょっとゆさゆさがちょっとやだな。なんか人生もっと面白いことねえかな。なんでお前膵臓検査ってお前どうなってんだよ。なんで膵臓検査ってよ。なんか人生いいことないかしらね。すごいなこれ。もうダメだ。でもさ、自分の撮ってるハメ撮り見て興奮するってすごいよな、やっぱり。関係ねえんだもんな。まあでもあれだな。じゃあちょっとこれは、ちょっと今日の旅行のやつも入れとこうかな。尺的に。もう疲れちゃった、もう。はい。ちょっともう私、このきらびやかな、ネオン街が待ってますんで、ちょっと、はい。よし、はい、じゃあそういうことでね、ちょっと私は放浪の旅をしてるんで、あとなんかね、そう、さっきなんかコメント来てたら、ちょっと待って、ちょっと待って。これね、ちょっとコメントがね、さっき来てたんだけど、ちょっと待って。これね、さっきコメントが来てたんだけど、先日っていうけど、いや
俺もここね、運週間ずっとこっちにいるから、それはまずないんだよね。まあいいや。よし、じゃあちょっと私行ってきますんで。はい、じゃあお疲れちゃんです。